むずくない？むずい？こうやって俺せなあかんやん。あ、そういうこと？このうちの背のた、めっちゃ遠いじゃん。めっちゃソーシャルディスタンスじゃん。え、どこ行く？何も考えてないよ。あ、ねえ、一緒に行きたいとこあった。え、すごいおしゃれな服屋さんがあんの。別に男女やし。で、まず、いいの。ね、一緒に行きたい、一緒に行きたい、はい、一緒に行きたい。古着系？めっちゃ幅広いジャンル。そう、幅広い、ジャンル幅広い。え、マジでジャンル幅広い。など何系行きたい今？俺分からん、見てこれみたいな言うわ。あ、これいいやんみたいな。いつも適当やから。うちにたまにそこでなんか買ったりするの。ショーパンとか。ショーパン？ショー、短いズボン。あ、もう、え、変なとこちゃう。エッチな店じゃないわ。ほんま？うん。じゃあそこ行こうや。着いた。どこ？ここ、タンポポハウス。何？見て、100円。ねえ、どう？高い？安い？安いけど、うん、でも女の子や。紳士服100円。あ、え、でも、あ、でもなんかそうやな。何笑ってんの？バカにして。うちここで100円のショーパン買ったもん。もう全然なんか気がしたらありそうでしょ。何でこんなやつの？え、全部100円。ねえ、無人島でファッションショーしたの思い出したわ。さあ、結構いいよ。わ、汗がやば。これ買うわ。え、決めんの早っ。いつも俺早いね。300円。え、めっちゃ安くない？これ全然いいよ。いいね。お着替え用の。うちもなんか欲しいわ。ベトベトだから。で、あの、ここでショーパン、100円のショーパン買ってる。100円のショーパン。いいよ。おのおので選ぼか。あ、そうだね。おのおの。じゃあ、そっち、バイバイ。真剣やん、あいつ。決まった？決まった。何？どんなん買った？もう今着替えていい？え、これ買ってから着替えてもいいですか？いいよ、全然。はい。ということで、今日は着替えてるのを待ってます。どんな服を選んだのか気になりますね。気になります。何？女子高生なん？何これ？これしかなかったんで。ここにめっちゃギャルじゃん。え、でもなんかこう色合いめっちゃ良くない？いけそう。いい、いい、めっちゃいいじゃん。え、髪にも合ってる。ギリ歩けるやろ、こうやって。なんかこう、でもなんかあのおかまなのか。このビニール袋こうやって持ってんのも、うん、いそうやね。それもファッション。いけそうですよね。かっこいいから大丈夫。やった。うわー、イケメン。あ、本当ですか。応援に認められた。これデートで来たらいける？うん、これで。ちょっと、デートでそれはちょっとびっくりしちゃう。私の彼氏みたいな。え、でも面白い、面白い。で、じゃそれズボン女もんや、絶対。あれ、ズボンでかくて、え、めちゃめちゃセクシーになってんで。原始人やん。え、同じ色合いやん、でも。ちょっと待って、もうおかしいよ。手を離して落ちちゃうの。なんでそれ選んだん？え、いけるかなと思ったの。試着しは無理やったん。絶対、めっちゃでかかったな。でも、え、これ300円。これ300円だろうね。まんまやで。まんまそうやわ。で、もともとの自分のあれもちゃんと使ってるし。使ってる、うん、いやそれ。え、でも色合い同じじゃん。うん、だいぶダサいで。いや、俺はもう難しいわ。振り切ってこういうやつやと思われるやろ。だから、はじめにかの場合は、うん、ちょっとほんまにダサいやつ。多分ほんまにこれはおしゃれやと思ってるんだろうなって。難しいよ。難しい。タグついてるし。上は普通に使えそう。それカンゴル。そう。しかもそれ逆なんがいいな。え、これなん、パチモンってことなんかな。え、分からん。逆な感じが逆にいいわ。
逆にいいの？うん、逆にいい。これはこれは。いやもうだサイズ合ってないから、それどうにかして。このズボンやばい、ね。歩かれへんやん。あ、今いけてる。ほら、腹息パンパンにしてるから。だから歩かれへんやん。それ立ったらいけるけど。タンポポハウスいいな。タンポポハウスいいっしょ。いいな。これでもちゃんと時間かけて掘らなあかんわ。そうだね。うん。悲しみを越えて One step, two step, up and down Dreaming, 夢の途中 I'm dreaming, singing, have a home Breathing yourself まだ泥だらけの私 One step, two step, up and down Dreaming, 夢の途中